ただ一言、健康を気遣って飲み過ぎに注意してください。須川さんは5階に行ってもらって、あの仕事を一生懸命やってもらって、サムのことをあの忘れません第一の優先にやって、他のことはやらなくて、これも早く一生懸命やってもらって、さあ隣の人に聞いて、あの頑張ってください、はい、ということで、あの皆さんすいません、ご起立いただいて、はい、おお、これで一本締めで、すいません、五十嵐さんには多分100まで生きると思うんで、100まで生きてください。須川さんは明日からサムのことだと思うんですよ。10月1日以降はサムのことだと思うんですよ。ありがとうございました。じゃあすいません、僭越ですが、私すいません、よー